起力士をご紹介いたします。まず最初がキョンスケ山、どんな良い戦法が決まったのかニコニコと一人笑いを出ております。次は首ヶ岳、素早いのが同君の自慢です。津上で手八丁、七八丁のお手並みを早く見したいものです。次に出ましたのは文福山、川包みを応用して同君はまさに千金の重みです。さて最後に控えているのは今日の優勝候補の荒熊山です。おーい、相撲が始まるぞ。みんな応援に来てくれ。